入ってんのか。テステス、よほー、ボルトハンター、いい仕事があるぜ。こいつは見逃してはねえぞ。腹を壊すぞ。全部ペッしなさい。見てても値段は変わりませんぜ。わしに言えるのは SDU を買わなきゃきっと死ぬってことだけでさ。銃の他に欲しいものなんてありますかい。お仲間にも敵にも口コミよろしく。ボルトハンターは荷物が多いでしょ。 SDU で持ち運べる量を増やすんです。こいつは金で買える SDU の中でも最高級品です。さあ買った買った。選択ですよ、お客さん。お客さんのために勝手に新しい SDU を取り付けておきました。礼は結構ですぜ。傭兵と商人ってのは似てますね。十分な在庫を抱えなきゃ長生きできませんぜ。持てるものが増えたんですから、もっと買えますよ。素晴らしいですね。やっと撃たれても死にそうにない人と会えた。
事に着いただけでも御の字だね。どういうこと？なんでマリワン社の艦隊が？アトラス社の星じゃなかったの？何かおかしいわ。プロメティアを目指す連中が他にもいるみたいだね。ボルトハンター、ちょっと。聞いて、私の力のことだけど、今足止めを食うわけにはいかない。だからあんたに前線を任せたいの。お願いできる？任せろ、リーダー。我々は群れだ。よかった。アトラス社と連絡を取る。多分ボルトのありかを知ってるはずだよ。アトラスから信号が検知できない。マリワンが信号をジャミングしてるんだと思う。待って、何か聞こえる。救援要請みたい。アトラスが助けを求めてる。アトラスを味方につけて損はない。助けてやればボルトを探すのに協力してくれるかも。少なくとも探索中に撃たれることはなくなるはずだよ。さっきの通信は町の外れから送信されてた。でもマリワンがファストトラベルのネットワークを封鎖してるみたい。私にお任せ。ボルトハンター、お話があるから貨物室まで来てね。いい技だベイビー。ドロップポッドにファストトラベルユニットを取り付けたわ。地上に降りたらローカルネットワークに接続してすぐに戻ってこられるようになるわ。まあそのなんていうか、あんまり快適じゃないし、信頼性も全然ないし、どう考えても安全じゃないけど、きっと大丈夫よ。ともかく発射してあげるから中に入って。ひどい目にあったみたいだね。生きてる？吐きたいのに吐けない。つらい。とにかく無事でよかったよ。それじゃああそこでさっきの救援信号の主を探して。
狩りの本能に従え。はい、スーパーファン、やっと来てくれたんだ。ずっと待ってたんだぞ。あ、こんな素敵なパワーをくれてありがとう、リリス。ファイアーホークマジ最高。じゃあね、バイ。どうした？もう終わりか？こいつをケツにぶち込んでやるよ。かかってきな、このサイコども。ハラミのステーキがおすすめ。私が食い止める。クソタレ。うわ、もうぐっちゃぐちゃ。ほんと死ぬかと思った。そこの前、こっちだ。いいところに来てくれた。このバンディットともどうやったのかマリワの銃を持ってるんだ。私はローレライ。リースがよこしたのか？リース、それは一体何者だ？私の上司でアトラス社の CEO。 うちは今マリワン社と戦争中だってのに、今度はボルトンがどうとか叫んでるイカれた連中まで湧いてきてね。カリプソツインズの仕業だ。フラッグはボルトを奴らの手に渡さないよう動いている。カリプソツインズ？あのカルト作ってるエコーネットの子たち？ボルトっていうのも聞いたことないけど、リースなら知ってるかも。報告あげなきゃならないし、紹介するよ。ここはもういい。どう考えてもダメだし、支度ができたら言って。死ぬのは間抜けとサイコ野郎だけだ。ドクター Z のインスタヘルスを使え。
足には弾がある。私は困っている人々とあなたのようなヒーローをつなぐサービスクラックスリストを創設しました。してパスワードを忘れました。ですがここにある依頼はほんの7年しか経っていませんから、この人たちもまだ生きているし困っているはずです。エースバロンというドクターが助けを求めています。スタッフがいなくなったそうです。シューランさん治療センターへ行って助けてきてください。そうすればあなたも私も絶賛の嵐で迎えられること間違いなしです。部隊の大半は本部まで交代したけど、まだ少人数のチームが敵戦線の後方で活動してる。うろついているバンディットの餌食にさせるわけにはいかない。ぶっちゃけアトラスはもうボロボロだよ。今残ってる人数じゃ民間人を守ってマリワンの補給を妨害するのが精一杯だしね。もう長いことベッドで眠れてないよ。はあ、コーヒーが恋しい。いるからちょっと話してくる。さあさあお立ち会い、めったにないマーカスの前言撤回。おいスカイマン、開けてくれ。合言葉は、合言葉はケツにコーヒーミルをぶち込まれたくなかったらさっさと開けろだ。みんな彼女が戻ったぞ。お帰りなさい。どう、何か問題は？バンディットとマリワンは手を組んだみたいですね。念のために民間人はトンネルへ移動させました。リースへの連絡を試みましたがジャミングされてます。わかった、警戒を続けてスカイマン。ボルトハンターこっちだ。近くにあるうちの基地へ行けばリースに直で連絡できる。まあ何ヶ月か前にマリワンに奪われたんだけど、取り返そうにも戦力が足りないんだ。協力してもらえればようやく奴らを追い出せる。分かった、認める。戦闘はかなり刺激的だし、実は結構向いてるんじゃないかと思ってる。人数は少ないけど、ここは私たちの故郷だ。絶対に取り返してやる。この先の交差点を奪えばバリケードを設置してここら辺一帯を制圧できるかもしれない。ああ、今すぐコーヒーが飲みたい。
状況は最悪だってのにバンディットの相手だなんて。ああ、この先の交差点を奪えばバリケードを設置してここら辺一帯を制圧できるかもしれない。状況は最悪だってのにバンディットの相手だなんて。ああ、人数は少ないけどここは私たちの。マリワンは民間人が巻き込まれようがお構いなし。奴らうちを乗っ取ってリースの新兵器を自分たちの商品として売るつもりなんだ。つまりこの戦争は合併交渉ってわけ。基地を奪い返す準備ができたら教えて。調子は。また今度。復讐がしたいの。さて、ご覧の通りひどいありさまでね。それもこれもラックスとマックスっていうマリワン野郎のせいなの。言ってみればあの二人はどっちがひどい戦争犯罪を犯せるか競い合ってる感じ。どちらかが私の家族を殺したのよ。真犯人を突き止めてあの世に送ってやって。おい、俺に家族を殺されたってあのバカ女が言ってたのか。まあ何を隠そうその通りさ。俺は史上最悪の男だ。生かしといた世のためにならねえぜ。マックス、ボルトハンターは俺に用があるそうだ。あいつらトンネルにいる。片付けないと。私は唯一の現実なのに。どっちも最低。つまりどっちも信用できない。私が仇を討てるようにどっちが殺したかはっきりさせて。今まで来たことなかったのに、バンディットの加勢を得たくらいで私たちをちょろい獲物と思ってるならお灸を据えてやらないとな。こっちだ。そこにいろよ。撃たないでくれ。マリワン製品のファンなんだ。ご引きありがとうございます。お客様は神様だろうが。いい、ここを抜けるとウォーターシェット基地がある。マリワンが守りを固めてるから戦いに備えといて。会いたかったよベイビー。さあ準備はいい？あいつらはバンディットじゃない。マリワン社製品を身につけた企業の軍隊っていうか社畜だ。何にしろ遠慮はいらない。またチャンスが来てますぜ。私は闇医者だが、だからといって薬が効かないわけじゃない。さあ行った行った。敵は勝手に死んでくれます。終わらせてやる。
くなら。こんな才能があるのって自分でも。司令部につなごうか。接続を再確立頼むよ。よかった、アトラス社の本部とは無事に連絡が取れそう。いつでもいいよ、ボルトハンター。出品はなしですよ。リース・ストロングフォーク、アトラス社 CEO 兼戦時指揮官だ。まず聞いときたいんだけど、お前一体誰だ？どうやって俺の一区回線にかけてきた？リース落ち着いて、ローレライだよ。ウォーターシェット基地を奪還した。ちょっと人の手を借りることになったけど。え、待って待って、ちょっと待って、それ何？顔についてるやつ。これかい？俺の包囲専用ヒゲだ。兵士たちにも大好評。で、誰？友達？ボルトハンターだ。同時にクリムゾンレイダースでもある。ボルトハンター、クリムゾン、それってあのデカした。それで兵隊は何人連れてきた？2万いや5万か。少数精鋭だ。小さな群れだが多くの獲物を飼ってきた。は？なんてだよ。これっぽっちでどうやって町を取り戻せって言うんだ。大丈夫だよリース、腕は確かだ。今は猫の手も借りたい状況だろ。退去してきてるバンディットどもはマリワンと組んでる。片側はカリプソツインズと取引したみたいだね。まったくどいつもこいつも。まあタイミングだけは良かったな。今うちのトップエージェントがマリワンの要所ギガマインドへの攻撃に備えてる。奴らの狙いがボルトなら情報もそこにあるはずだ。エージェントと合流してくれ。リースアウト。それじゃあ私はこの基地を再稼働させて町を奪還できるように準備しておくよ。そうだ、出かける前に渡したいものがある。Thank you.
ダウンタウンに向かうんならこのサイクロンを使って。早くて小回りが効くから街中の移動に最適だよ。私のおすすめ。お前向きの任務があるんだ。戦争で荒んだ街に文明の香りを取り戻したい。まずは何より欠かせない大切な品を手に入れる。そう、コーヒーだ。このままだと指揮官の私がミスして大勢が死ぬ。うちの隊にはカフェインが必要なんだ。というわけでライズ&グラインドカフェに行ってきてくれ。商業プラザにいるみたいだね。マリワンがモールの中に大量の武器を仕込んでるから、きっとそれを追ってるんだと思う。
あの武器庫が手に入れば最高だけど、周りには厳重なセキュリティバリアが張られてるんだ。もし中に入れたら、とてつもなく強力な武器が見つかるかもな。いつの間に食べたんだ？ボルトハンター、よく来たな。敵はマリワン、ミッション開始だ。何やら見覚えがある気が。彼はゼロ。以前はクリムゾンレイダースの一員だったんだけど、こんなとこにいただわね。ちょっと変わったやつだけど、腕は確かだよ。サービスロボの暴走だ。もう十分だな。引退。命の流れさの音は聞け。壊すぞ。全部ペッしなさい。
キュリティバリアがダウンした？よし、今なら簡単に中に入れる。ドロップシップだ。アトラスのものか。ないな。激おこだ。反撃来るぞ、マリワンの。いい音だ。何を狩ればいいんだ。マリワン社の新兵器、俺の剣をアップグレードする。武器庫を探せ。いい技だ、ベイビー。
ピースの大親友ゼロ君じゃないか。うちの技術を盗むなんてアトラス社に見切りをつけたのかね。なんなら今からマリワン社に移籍してもらっても一向に構わないぞ。君がタイリンの言っていたポルトハンターか。まあ、君ごときに咲く時間はないんでね。代わりにうちの精鋭が歓迎しよう。片側だ。マリワン社合併買収部門の部長。クソ野郎だ。なぜかリースに執着してる。アップグレードした件でマリワンのシールドも切り裂ける。下がってみてろ。という獲物は飼ったことがない。死に様を見るのが楽しみ。マリワン社の AI、 奴らの秘密が詰まってる。いい獲物だ。マリワン社の頭をかち割り、秘密を探るということだな。その通り。パルシオンスペースポート